ですね、まあ、ホロックスの頭脳っていうからには、頭を使う系のゲームが好きです。強いです。これはまた後で、紹介しますので、ここはサクッと次に行きます。で、次がですね、多分、ホロライブだと、珍しい方だと思うんですけど、数字に強くてですね、まあ、研究者っていうぐらいですから、いわゆる理数系です。そう、地図、読めます、めちゃくちゃ。女の子って地図読めないんですよ。で、まあね、広いサバンナでね、育ってきてますので、まあ、都会もね、まあ、なんか狭いわ、こんなとこぐらいに思ってますので、まあ、先輩もね、限らず、どっか行くときはね、雇用に頼ってください。はい、道案内はさせていただきますよ。そして、次、まあ、みんなにもね、解いてもらいましたが、謎解き、好きでーす。もともとね、解くのが好きなんですけど、まあ、さっきの冒頭の謎の二つは、まあ、言っちゃいますが、雇用が作らせていただきました。これはですね、初配信の、まあ、みんながね、知らないやつが、初配信始められないよっていう風に困った時に、みんなは力を分けてくれるのかという、ちょっと検証実験をさせていただいておりました。皆さん、クリアです。あ、クリアっていうのもなんかちょっと申し訳ないですけど、ありがとうございます。はい。でね、まあ、もともとはその作る方はやってなかったんですけど、今後いろいろ作ったりもね、挑戦できたらいいなって思っています。そして、記憶力ででん、まあ、限定的に結構強いですね。主に名前は、一回口に出した名前は覚えますし、あと結構視覚情報としてアイコンとかお名前覚えられる方なので、ま、もうね、皆さん、認知してますので、コメント欄の皆さん。はい、今後もね、コヨの配信来てください。来ないと、泣いちゃいます。はい、そして次がタイピングです。物心ついた時には、ブラインドタッチをね、してたくらい強いので、まあ、どっかでタイピングゲームとか出せる機会があったらいいなと思っています。そしてですね、公式プロフィールにもあったんですけれども、人間観察ですね。サバンナではできないことなので、みんなのこともたくさん観察研究させてください。コヨは、頭を使う系のゲームと、RPG が好きです。で、FPS はですね、当たらないので全然やってないので、先輩とかに教えてもらえる機会があればいいなーって思っています。